こんにちは、僕たちは韓国人バンド PRT でーす。今週勉強したいと思った曲は乃木坂46の君に叱られたです。わかったわかった、自分のことが愛がなければ生きてはいけない。大人になって初めてだった、いつもはあんな優しい君に叱られた。これから一緒に勉強したいと思った方は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。基本的な説明です。名前は乃木坂46です。2011年から活動しました。事務所は乃木坂46行動会社です。レイブルはソニーミュージックの N46DIV です。名前の乃木坂46の由来から説明します。乃木坂っていうのは乃木坂46のプロデュース会社 SME 乃木坂ビルディングから来まして、乃木坂46がデビューした時から公式なライバル AKB48 と食われて、人数が少ないけど負けないという意味を入れて名前を作ったって書いてました。今日の曲はリリースされて2日で再生数が100万以上になってる。最近日本に影響力が多分一番多いかなと思うグループです。すごいです。そうですよね。それで今日の感染ポイントは特にないです。メンバーの皆さんに集中して見てください。さあ行きまーす。이장면이중요하더라고마지막장면이랑연결되면서곡선이있다라고해야되나드라마를딱만들어주는장면이있더라고토베나이토베나이토리토리타치토리다로아토리다로토리다요다네아타조아날좀타는데아이런친숙한딱음악이딱들리는순간뭐라해야지마음의안정감이들어일단밝아너무밝아 확밝게해서그냥청춘그냥진짜나처음에볼륨꽉틀어놓고들었다가폭죽터지는줄알았어 약간그자카미치마다색깔이있는것같아요세개있잖아요히나타자카랑케야키자카랑그리고예일단되게약간중간에있어요히나타자카는그냥일단밝고케야키자카는일단어둡거든요뭘자꾸싫어하고뭐가자꾸어둡대요가사에히나타자카는뭐가되게밝고되게막뭔가빛난대요노기자카는그냥이제약간행복하다우린행복해요나도행복해 이게지금이번곡의센터를맡은카기하루카짱 이제딱케타이를보면이름이딱떠있잖아그래서아센터구나 와참46명중에센터를하려면얼마나잘해야되는거야마무시한경쟁이이번곡에서처음센터가됐고복싱멤버라고또있는데그안에도이번에처음들어몇년만에10년근데이제들어온기수가다르니까조금걸리긴하는데알아봐야돼혜성같은눈이네저렇게시카마레때뭐간바때딱기타랑센터니나는거다노기작가는가사로되게전달을많이하거든요곡을감성같은거를감정을가사로전달하는데그래서가사로전달하기위해서멜로디가많아요음표가가사가많아지면멜로디가많을수밖에없그쵸그이제멜로디가많으니까너무복잡하게안들리려고약간반복시켜요근데뮤직비디오같은경우도아이돌노래같은동안우리가랩을하면서연기하면서이렇게표현한건처음이에요그러네항상다춤을춰이게대사가있대요다여기안들어가서그렇지대사가있고연기를하면서실제로대사치면서찍었다고하더라고와보고싶다그죠저그게너무궁금해요그래서되게뮤지컬같아마지막피날레도그렇고
스베떼みたい아까전에날수없는새였는데스베떼みたい스베떼みたいと그래요난난것같다라는말아니에요톤데미따이다른가이거날아보고싶다는아날아보고싶다라는뜻이야오늘도이용고공부가됐습니다감사합니다かわいい僕たちの顔がニヤニヤになりますいつも頑張って集中して勉強したのに今日はニヤニヤしながらちょっと心配してます僕の顔がどうなんか見えるかちょっと心配ですそしてレビュー準備する時でも幸せでしたよねそうですよね最初になんか演技だけする部分になんか鳥が出たじゃん開けたいでなんかだし絵文字がなんかあって、うん、あそのイメージの鳥なんだイメージがなんか来ちゃって、うん、えすごいなと思った飛べれないけど速いそう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 ちょうど走る感じのアコギが入っててザ青春っていう感じがするんですよね以前の曲は全部アコギがメインに入っててドラム以外にリズムを全部アコギでやってくれるって思うんです、うんうんアコギって生で撮らないとなんかザ・アコギっていう感じが出ないんですけどなんか聞いてみたらこれが本物のアコギなのかプラグインのアコギなのかがあんまり分かんなくて本当に最近の技術はちょっとすごいもんだなと思いましたちゃんと聞いたんですよねなんかメンバーたちに集中してその音楽的なことは全然聞こえなかったすごいあなたの集中力がもっとすごいですよね申し訳ございませんシンデレラさ、シンデレラ。저부분대사가뭘지참궁금하더라고요대사는없지만연기랑지문같은거와오오すごい아목소리도다너무귀여워너무이쁘다이게30몇명이노래를한번에하는데이엔지니어진짜힘들었어한30명하나가다이거그러니까 0.1초단위로맞춰줘야되거든요그안그러면지저분해져그쵸그쵸와나는안무가가대단한것같아저구성짜려면은30몇명의구성짜려면은진짜이름부터하나하나다써가지고 이렇게해야되거든진짜체스두듯이해야되거든 약간체스판으로해야될수도있겠다바둑같은거이런거손잡음법좀 타조한테이사람이졸업하는맞아그래서마지막에탁웃으면서최고입니다보코미때뭔가웃ってる顔보코잖아갔던데스까보코님미때웃었다보코도에僕はなんか今メンバーが多いじゃん多いのいいところが何かななんかずっと見ててコロスがいろんなことができるじゃん人が多いからいやそれいいなとなんか思いましたメンバーがめちゃくちゃ多くて表題曲によって選抜メンバーとアンダーメンバーに分けてその選抜メンバーの中でまた副次メンバーまでになって一緒にいるメンバーなのに共助しているのがちょっと悲しいかなと思いましたなんか僕たちの中学生高校生と勉強しながら構造して1位するために頑張ってでもその時が一番記憶に残って高校生の友達が今までも連絡取るしいい構造だったと思いますそんな雰囲気があるからもっといいチームになったんじゃないかなと思いますフロントのメンバーと2列目のメンバーまでを副陣って言いますけどもっと前に行きたくもっと頑張ってもっと努力してそれがモチベーションになれるかなと思います最後になんかカズミちゃんが少し映画の顔で出かけるのを見たらなんかイメージに見ていい先輩だったねとなんか知ったらちょっと心が温かいになって可愛いでした
それが大事ですよ。そうです、そうです。乃木坂とか坂道の曲の選び方っていうのがあって、大体コンペです。なんか少なくても何百曲が来るんだって。その何百曲の中で1曲選ばれた曲です。本当に基本とかしっかりできて、ちゃんと乃木坂に合わなきゃ選ばれないらしくて、その色とかまで考えながら曲作るの大変だな。そうですよね。なんか30人以上の構成を全部考えながら。すごいですよ。夏の終わりにいい青春曲を聴いてよかったです。ですよね。今日もたくさん勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。わかったわかった自分のことが叱られてくれる大好き。